はい、皆さんこんにちは。始まりました、あやさクロニクル配信ボリューム10、ボリューム10どっちだということで、皆さんまずは明けましておめでとうございます。イエーイ。はーい、明けましたね。2021年初のクロニクル配信でございます。皆さんもうお正月休みも終わり、お仕事をとかいろいろ学校とか復活された方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。とこの時間3時という時間、果たして今リアルタイムで見てくださっている方はどれくらいいるんでしょうか。見えてますか、聞こえてますか。改めまして、まずは2021年もどうぞどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、この記念すべき2021年最初の配信は池袋にあるサテライトスタジオハレスタから生配信の形でお送りさせていただいております。となので今日は私の YouTube あやさチャンネルと、あとハレスタさんのニコ生で視聴していただける形となっております。なんかさっきコメントも流れていましたね。ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいわ。はい、ということで、まあね、本当はねこのハレスタさんだったんで、こうもしこの世の中のいろいろ状況として、いけそうだったらね、皆さんにこうサテライトスタジオで見に来ていただけたらよかったなと思ったりもしてるんですが、まあ、ただ、今日もこの配信で元気に頑張ってまいりたいと思いますので、ぜひぜひ最後までお付き合いください。はい、それではこのあやさクロニクル配信もご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、サポートチケット制というものを取り入れさせていただいております。このサポートチケット、ご購入いただいた方でお名前の掲載 OK いただいた方はですね、この後お名前も出しつつ、その方には後々お礼画像と、あとお名前を呼ばせていただいた動画も後日ちゃんとお届けさせていただきますのでね、まずは今回のサポートチケット制ご協力いただいた方々、皆さん本当にありがとうございました。それでは早速お名前をここに出していきたいと思います。それではドン。はい、ありがとうございます。今回もたくさんの方々にご協力いただいて、ちょうど2020年もね、このサポートチケット制でたくさんの方にご協力いただいて、いろいろたくさんご協力いただいた方にこうお礼とかもね、年末でさせていただいたりとかしたんですが、それも無事に届きましたでしょうか、どうなんでしょうか。はい、こちらのサポートチケットは今日この配信が終わるまで購入可能ですので、ぜひぜひまだの方とか、このもう終わってた、終わってました、ごめんなさいね。はい、ということでサポートチケット今回はもう購入できるお時間終わっているということで、本当にまずはご購入いただいた方々ありがとうございました、ありがとうございます。はい、ということで、そしてこのサポートチケットのこうなんていうんですか、ご購入いただく欄のところにトークテーマを私が書いておりまして、そこにこう皆さんコメントをいただいたりとか、そのコメントを紹介しながらこのあやさクロニクル配信は進めさせていただいているんですが、今回のトークテーマ2つありまして、1つ目は今年はどんな初夢を見ましたかという、なんともお正月っぽい年の始まりっぽい感じのテーマと、そしてもう2つ目は今回のこのあやさクロニクル配信がブラドラブ特集ということで、アニメブラドラブ第1話特別編が今公式 YouTube にて公開されているんですが、そちらを見た方ぜひ感想を聞かせてくださいという、この2つのトークテーマを募集させていただきました。今回この私がエンディングテーマを担当させていただいておりますアニメブラドラブスペシャルということで、後ほど後半からはスペシャルゲストとしてオープニングテーマを担当されましたメタルバンドラブバイツのボーカル浅見様と、そしてブラドラブの制作を手掛けておりますいちごアニメーションから代表の中西豊さんが登場してくださいます。ぜひぜひ最後までお見逃しなくです。はい、コメントもねありがとうございます。すごいなんかブラドラブ見た人がもうすでにコメントもねくださってますが、はい、それではですね、それぞれのトークテーマについては後ほどゆっくりご紹介していきたいなと思いますが、まずはそろそろ皆さん見てくださってる方も増えてきたんじゃないかなと思いますので、何曲か
演奏をお届けしたいなと思います。それでは演奏の準備に入りたいと思いますので、しばしお待ちください。はい、お待たせしました。それでは2021年記念すべき1曲目はこちらの曲からお届けしたいと思います。聴いてください。1曲目は記念すべき私のソロ1曲目の曲ですね。リバース楽しんでいきましょう。
はい、ということでそれでは演奏が終わりましたので、またトークパートに戻りたいと思います。ではちょっと準備しますので、またお待ちください。はい、ということで、まずは私のオリジナル楽曲のリバース、そしてもう一曲続けましてカバー曲でリサさんのキャッチザモーメントをお届けさせていただきました。いかがでしたでしょうか。はい、なんかニコ生の方も、ね、コメントいただいて本当にありがとうございます。なんかさっき二重の時にここからは有料配信になりますって書いてあるんですけど、そんなことないですから普通にそのまま見れますからねはい、ということで、まあ1曲目あのリバースは、あとやっぱりこう新たな始まりの瞬間には絶対に弾きたい曲だなと思ってたので、まあ、リバース、そしてもう1曲あのリサさんのキャッチ・ザ・モーメントは、やっぱり2020年、去年が本当にそのもうリサさんのイヤーだったなと私も思っていて、年末やっぱりホムラがあって、でもただ私まだホムラカバーしてないんですよ。だからそういうのもあって、ちょっとでもお祝いの気持ちも込めてリサさんの楽曲を何か弾きたいなと思って、で前回ここで私グレーンゲ弾いたんですよ、このハレスタさんから配信するときに。なのでちょっと久しぶりに、あと私がやっぱり一番最初にリサさんで好きになった曲だったので、キャッチザモーメント今日は演奏させていただきました。聴いていただいてありがとうございました。はい、ということで、それではここからはまたガラッと変わりまして、一つ目のトークテーマ、今年はどんな初夢を見ましたかについてお話ししていきたいなと思います。まずは皆さんからのメッセージを紹介していきたいと思います。はい、ということでね、これすごいね、あの私としては羨ましい初夢を見た方がいらっしゃいます。とハンドルネームミルフィーユさんですね。はい、なんとミルフィーユさんは今日がお誕生日らしいんですけども、おめでとうございます。はい、そんなミルフィーユさんが今年見た初夢は、好きなゲームのガチャで神引きをしまくる夢でした。羨ましい、めっちゃいいな。何のゲームだったんだろう、すごい気になるんだけど。神引きってない、もう星4とか星5とか出まくっちゃったみたいな感じでしょ。いいな、新年早々運がいいなと興奮しました。と起きた時のショックは大きかったですが、夢そのものは悪いものではなかったので、まだ良かったのかなと思っています。まさ夢になることを祈るばかりですと来ていますが、でも本当そうだよね。だって引いてさ、こう来てさ、あれわかるじゃん、ガチャってあの引いて出る前からなんかこう仕様が違って、うわーみたいになってさ、それが夢だったってなるとね、ちょっとショックですよね。いやでもきっとあれですよ、ちゃんとお知らせ、なんていうの、おぼし飯、神のなんちゃらって言いますもんね。だからきっと来るよ。だからいっぱい神引きをするためにも、今年も私もなんですけど、一緒にいっぱいガチャを引いていきましょうねと思いました。はい、ということでミルフィーユさんありがとうございます。はい、でもね、結構なんか初夢は見てないですって方も多かったんですけど、
あとね結構ねあの苦しい初夢を見てる方もたくさんいらっしゃったんですが、とそんな中でですね、とハンドルネームひろきさん、ひろきさんの初夢は普通に1月4日以降に予定していた企画書を夢の中でも書いて、かつプレゼンまでしてました。てんてんてんってめっちゃお仕事頑張るやんって思いましたけども、すごいですね。1月4日だからもう早速、まあ、今年は1月の4日は月曜日でしたもんね。あれこれ良くないと思ったんですよ。4日が月曜日にしちゃダメだよってすごい思った。だって4日が月曜日だと、だって4日から始まっちゃうものが多いなって思って、私も4日からねお仕事があったんですけど、これがねこううまくもっと週末とずれ込んだらもうちょっと休めたのにとかすごい思ったりとかしてたんですけど、まあでも企画書を夢の中で書いて、でもじゃあきっとこれは企画書もちゃんと現実世界でも書かれてプレゼンも終わられたということなんでしょうか。うまくいったことを私は祈っておりますよ。はい、でもねきっと初夢がちゃんとがっつりお仕事を頑張られてる夢だったということは、きっと今年も素敵なお仕事がたくさんできる年なんじゃないかなとか、ポジティブな私は思ったりしています。ひろきさんありがとうございました。はい、そしてですね続きましてですが、今日は後半からスペシャルゲストでラブバイスのあさみさんが来てくださるということで、あさみさんを交えての初夢を見られた方もいらっしゃったんで、ちょっとご紹介したいと思います。ハンドルネームジョーさん、ありがとうございます。初夢はこのあやさチャンネルにあさみさんがゲストに見えて辛いものトークをするっていう夢だったんだって。やばい、もうこの日を初夢に限らず夢見ておりすごく嬉しいです。チーム SY、 いつかお二人で辛いものツアーの配信を楽しみにしておりますということで、ありがとうございます。叶いました。私も嬉しい、あさみさんが来てくれて。そうなんですよ、まあ後でもねちゃんと話したいんですけど、辛いものも好きなんで辛いものトーク、ちょっと今日はブラドライブ特集なんで、ちょっとあんまり辛いものの話はできるか分かんないんですけど、ちょっとまた改めてね辛いもの配信、私の友達本当に辛いもの食べれる人ばっかりなんで、ちょっとそういう人たちをいっぱい交えて辛いもの配信もしたいなとか思ってます。はい、ジョンさんありがとうございました。あとねもう一つね、こうあさみさんつながりで面白いのあったんだよね。ハンドルネームせいちゃん隊長さんって読み方大丈夫でしょうか。となんとせいちゃん隊長さんの初夢はあさみさんとワインを飲んで爆笑してる夢、願望、ね、すごい願望はやっぱり夢になって現れるんだって私は思いましたけども、いやでも分かるよ、私もだってあさみさんと、別に私あんまりお酒あれですけど、ワイン飲んで爆笑したいもん。やっぱ美人とワインを飲んで楽しむって絶対楽しいよねって思いましたよ。いいな、あさみさんとワイン飲んで爆笑してる夢、私も初夢で見たかったな。そういうなんか優雅な美しい初夢見たかったなって思いました。っていうのもこのまま私の初夢の話に流れ込むんですけど、私、まあ、初夢って結構なんか本当は元旦の夜に見るものなんですよね。元旦から2日にかけて見るものって聞いたんですけど、多分見て分かんないんですよ、そこで見たか2日から3日にかけての時に見たか覚えてないんですけど、すごいちょっと怖いっていうか、ホラーじゃないんですけど、なんかそのね言ってしまえば今度これもう発表になってますよね、1月の末に私が参加させていただいているバンドリのモルフォニカでアニマックスミュージックさんのイベントに出演させていただくんですけど、そこでねイヤモニをつけるんですよ、つけてやるじゃないですか。でなんかその直前に電池が切れたんでちょっと袖で待っててくださいって言われて、あ、わかりましたみたいな。でもなんか私も本番前にしては結構なんか悠長にボケと待ってたんですよ。でなんかそうしたらもうなんかでパッてステージ見たら、おゆちゃんっていうベースの子がいるんですけど、ベースの子の後ろ姿が見えるのね。でえっみたいな、え出てるしって思った瞬間に、多分、まあ、曲多分デイライトだと思うんですけど、その1曲目のもうカウントがね流れてきてるの、ワンツーワンツータラララバーンって始まるんですけど、ギターがそう、もうそのクリックが流れてきてて、でももう私はまだステージにも上がってないのよ。でえ待ってっていうところで起きたっていう、すごい恐ろしい夢を見ました。絶対にそれを現実にならないように、正夢にしないように
本当にちょっとちゃんとしようと思いました。2021年初夢、はい、という感じで私の初夢はもっとなんかあさみさんとワイン飲む夢見たかったけど、はい、ただね、振りですかとかコメント来てる、怖いんだけど絶対違うから、絶対しないから、絶対ちゃんと誰よりも先にステージに上がってやるんだからって思いましたけども、はい、という感じで、まあ、私の初夢の話はどうでしたかね。はい、でもね、皆さん他にも結構私は夢に出てきたとかって言ってくださってる方もたくさんいらっしゃって、なんか新年早々お邪魔してすいません、本当にありがとうございます。たくさんのメッセージいただいてありがとうございました。はい、はい、ということで、それではトークテーマ、一つ目のトークテーマはこれにて終わりにさせていただきまして、それではお待たせしました、ここからは後半戦、アニメブラドラブスペシャルに参りたいと思います。ということで、後ろの画面も変わるかな、はい、イエーイ、こちらブラドラブのメインビジュアルとなっております。それではここらでお待たせしました、素敵なゲストにご登場いただきましょう、どうぞ。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いいたします。お座りになってください。お邪魔します。はい、わお、はい、ということで、それではご紹介していきたいと思います、はい、まずはメタルバンドラブバイツのボーカル、あさみさんです。はい、こんにちは、お邪魔します。皆さんどうも、今年もよろしくお願いします。そして続きまして、いちごアニメーション代表、中西豊さんです。よろしくお願いします。はい、ということで、すごい、なんと先ほど中西さん、一番最初に、はい、この番組の最初にそのサポートチケットご協力いただいた方のお名前を出させていただいたんですけど、まさかのご協力いただいていたということで、ありがとうございます。さすがです。どうばかりもすいません本当にすいません、ありがとうございます。ちょっと後でちゃんとお礼画像と動画を送らせていただきますので、楽しみにします。ぜひともよろしくお願いします。はい、そしてですね、ラブバイツのボーカル、あさみ様はですね、はい、まあ、今日こうやって初めてあやさクロニクル配信来ていただいたんですけど、いや本当ですね、念願の、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです。もうずっとお神に来ました。ありがとうございます。ずっとチーム SY こと山本さやかちゃん の、ね、サポートツアーで一緒に回らせていただいていて、すごい、ね、お世話になり、いやもうこちらこそ、激辛も好きで、ね、ちょっとこれね、喋り始めちゃったら止まんないから。そうなんですよ、はい、もう激辛もだし、甘いのも私たち好きなんで、大そうなんですよ、両方大好きで、講師ともに仲良くしていただいて本当にありがたい限りでございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いいたします。はい、はい、ということでね、はい、まあちょっと最初冒頭のちょっとしたトークテーマなんですけど、先ほど2021年の初夢についてのトークテーマを話したんですけど、はい、お二人は初夢見られました？どうでした？初夢ね、初夢って1月1日なんですけど、とりあえず2021年になって一番最初に見た夢私は、はい、じゃあもうすごいキンキンの夢というか覚えてる夢で言うと、はい、まあ、ステージがあって舞台にが始まってるんですよ。もう、はい、曲とか始まってるんですけど、まあ、ダンサー、まあ、もともと踊りやってたんですね、うん、で振りとか何にも分かってないのにもう全部スタートしちゃってえ、分かんない、何何どうすんのみたいな夢でもあるあるじゃない？結構あるあるです ね、知らない曲ライブでとかね、音楽家とかはよくあるんですけど、曲知らない、本番始まっちゃうと何すればいいのっていう夢を見ました。そこでパッて起きますよね。そう。やだ、なんかちょっとすごい、もうちょっと同じ、ちょっと私とちょっと違うけど、でも同じような、どうしよう系で起きたってことですよね。ある、そう、ある、そういうのばっかり。ちょっと嬉しい。私だけじゃないんだ。ちゃんと自信を持って2021年生きていこう。って思いますけども。みんなあります、みんなあります。え、中西さんは見ましたか？初夢的なもの。まあ、今聞かれて、まあ、思い出そうとしたんですけど、朝ごはんも忘れてるからね。
今日の曲はですか。何食べたかななんつってやばい。初でも結構覚えてない方もいらっしゃいますもんね。そうなんです。もうそこでね、これブラッドラブなんて言ったところでね、何も面白くないからいやいや大事です。今日はブラッドラブ特集なんで夢で見ます。そういう意味では、まあちょっとごめんなさいね、あの夢じゃないかもしれないんだけども、うん、まあ、ちょっとやっぱりこのコロナ、うん、これをもうとにかく終わらせたい、終わらせたい、確かに。もうこれ夢じゃないかもしれないんだけども、うん、初夢ではないんだけども、とにかくなんかこう、まあ、そういう意味ではそれこそ綾瀬さんと、うん、ナッバイさんと一緒になんかこう、うん、一緒のなんかライブとかできると ね、 ね、これイベントやりたいですよね。夢で見てないけど夢です。いや、もうちょっとそれをこう念じながら寝たらそれも夢でも見れそうだし、それを目標に頑張りましょう、うん、頑張りましょうと頑張りましょうはい、ということでね、じゃ あ、 あの初夢の話もしてたんですけども、うん、じゃあ本日はブラドラブ特集ということで、もうここからはブラドラブについてたくさんお話をしていきたいと思っております。ということでまずはこちらをご覧ください。303よりプリースト23快適予想時刻プリーストネクスト10。飛行怪獣って一体何が、なっか筋肉まではマイいつまで沈水しとんのじゃ。私はマイブラドトランシルバニア、名門トランシルバニア一族の末裔でございます。いや、飲みたいんじゃ。貧血部部長バンバン水ぐ、バンバン、私がこの子を守っちゃる。ダンス部部長運転ナミ、はいさ、英検部長渡部真希、コスプレ同好会会長紺野薫、はいにゃん、風紀委員長隅田仁、オラ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 、こんなもんじゃ足らぬぜ。もっともっと地位を、前を我らの管理下に置くために献血部を立ち上げ、献血部、相手の者を守るためには体を張って全血液を通して最後まで守り抜く覚悟が必要であると。人の話を聞かんか。私はたまたまこの海辺に泳ぎに来て、メメクラゲに左腕を噛まれてしまったのだ。千尋先生、どうか私立をしてください。私立も国立もあるかい。もうもうもう、何その気になってんのよ。もう朝はクラクラ、思考ダダ漏れ、気分ゴクゴク、無理はダメダメ、 SOS 刺されます。鮮血に彩られた美少女ヴァンパイア、危険な同棲生活なんて。フランケン安八君、マイの父ジルド・レイです。あんたはマイのこの愛らしい顔の下にどんな真実が隠されているのか。フランケン出動せよ。そうはいかぬ金メッキ、今のマイは一人じゃない、私が夜間部の血友達がいる。5日間で取れんものは5年かけても取れん、ある映画監督がそう言うとった。はい、ということで、あ、大事大事大事はい、とこのブラドラブの PV をまずご覧いただきました。とこの作品はあのゴーストインザシェル、広角機動隊や機動警察パトレイバーなどで知られております世界的な映像クリエイター押井守監督の最新作ということで、あさみさん映像をご覧になっていかがでしたか。うん、すごいですよね、やっぱりクオリティもそうですけど、うん、まあ私そこまでアニメ詳しくないんですけども、うん、それでもやっぱり押井さんとか西村さん の、うん、あのお名前はもちろん存じ上げているので、はいはいはい、もう本当に光栄だなって思いながら、もう素晴らしいなと思って見てます。
そうですね、なんかすごいこうなんか高架機動隊とかのこう雰囲気みたいなのも結構こうあるし、でもすごいそこからなんかそのかっこいい絵からのシリアスからのこのコメディへのバンっていきなり来る感じがこの笑っちゃうところが一緒になってずっこけちゃうんだけど、私見てたすごいいいなって私も思ってましたが、まあ、今日はね、でもまだこのブラドラブを見ていない方でも分かるように3つのポイントにまとめて、このブラドラブについて中西さんに解説をお願いしていきたいと思います、はい、ということでまず1つ目は斬新なストーリーについてということで、どんな作品に、まあ、単刀直入ですがなっているんでしょうか、まあ、あのこの作品語り出すと長くなるので、はい、まあ、今日はお正月4時間スペシャルということなので長い、結構長い違う結構長いけど私は全然いけます、尺取れますね、だいぶ取れますね、まあまあ、ちょっとね、まだまだ公開前ということもあって、はい、まあ、話せること話せないこと、はい、まあ、あると思うんですが、まあまあ、単刀直入に言うと、まあ、本当にまあおっしゃる通りそのシリアスな部分とコメディがある、うん、ギャップがある、うん、まあ、あのスラップスリスティックコメディっていうような言い方をするんですけども、うん、まあどうせね、今日こういった機会をいただいているので、ちょっとした裏話も絡めてちょっとご説明しようかななんて思っているんですが、おじいさんがこう、なんでしょう、本当の2018年か2019年だとちょっと忘れちゃうんですけど、一番最初にこの作品についてどういう作品ですかっていうお話を聞いた時に、あのすごく印象に残っているのはやっぱりこう、なんでしょう、人って孤独だよなと。でも何かに依存したり何かと共存をしたり、そういったことで人の生き様って変わるよねみたいな、こんな風に私は聞こえましてですね、随分深いなと、これかっていうね、はいはい、要はすごくこう深いテーマをコメディで表現をするっていう、すごくいいこうチャレンジングというか、すごい面白い取り組みはしてるなと思いつつ、私はこう石井さんからの情報があってこのアニメを見てるから、実はいろんなことが分かるんですけど、あ、そっか、こういろいろこのなんていうんですか、中にこう潜まされてるいろんなテーマが、そうですね、だからその辺をどう伝えようかななんていうふうに悩んだというかね、考えたことをなんか今思い出すなと、でその中でもやはりこの、まあ、女の子の物語、はい、これをやっぱ真剣におじいさんがやりたいっていう意味も、なんとなく私は掴んでてですね、で本当にまあ、一話完結っていう表現はしてるんですけど、完結してるようでしてない、繋がってるようで繋がってない、はいはい、家壊れたんだけど次のシーンではもうね、確かに戻ってるみたいな、確かに確かに、まあ、こういったところをちょっと、まあ、ある意味1話から12話までとにかく見ていただきたいな、まあ、こんな作品でございます、うん、なるほど。でも確かになんかあれですよね、普通だったらこの美少女のこのね、まあ後からちゃんとキャラクターもご説明しますけど、舞ちゃんに対してみつぐちゃんってここのポジション男の子でいきそうな、ね、感じなのに、こう女の子同士ってのが確かにちょっとなんか新鮮かも、うん、思った。なんか全くタイプの違う女の子たちが集まってるし、なんか楽しい、キャラクターが本当様々、ね、もう個性の塊の集団ですから ね、そうですよね、はい、でもじゃあちょっとそこからのもう続いてのポイントに行っちゃうんですが、はい、と続いてのもうポイント自体がこの個性豊かなキャラクターたちということで、とまずはこのストーリーの核となるキャラクターたちをご紹介していきたいと思います。まずはこちらから、はい、こちらがですね、まあ、バンバミツグっていう、まあ、先ほど綾瀬さんがおっしゃった通り、まあ、男性なのか女性なのかっていう、うん、部分、もちろん女性なんですけども、うん、まあ、ちょっとね語弊はあるかもしれませんが、献血マニアの変態なんですね、うんはい、で、まあ、彼女がまあ次のキャラクターであるマイと出会って、うん、まあ、ストーリーが始まるんですけども、うん、まあ、彼女のキャラクター演じていただいているのが桜彩音さん、はい、非常に人気のある有名声優さんなんですけども、彩音る様、はい、桜さんのようじゃなかったら成立しなかったキャラクターだなって思うぐらい、うん、すごくこう難しい立ち位置、う
うん、難しい立ち位置のキャラクターではあるので、ぜひそういったまあさくらさんのまあもう役者としての何でしょう、まあ、演技力もさることながら、うんうん、このキャラクターのこう気持ちになってですね、はい、ぜひ見ていただきたいなというところでございます。確かにあやねる様すごいんですよ、もう今もときめくね声優さんのお一人なんですけど、うん、すごいすごいんですよ、もうまず語彙力やばいんですけど、でもいや本当にでもあやねる様ってすごいんだなって改めてこのみつぐちゃんをやってるあやねる様の声を聞いて思いました。なんかそのセリフとかもすごい早いのもあるし、その叫んだりとか悩んだりとか、あとそのなんか殴られ、あの千代先生に殴られてるところの殴られながら喋ってる感じとかも、え、もうなんかすごいみたいなって私は感動してました。はい、失礼しました。いや本当アフレコとかでもあの食べる音とかね、あもうちゃんとね。すごい。でもそういうのってどうやってやってるんですか。食べてないんですよね。その場で別に食べてるわけじゃない。食べてない。すごい。本当になんかそこがすごいなんか凝縮してる。特にみつぐちゃんのキャラは、うん、って思いました。すいません、あのちょっと横からちゃちゃ入れました。どうぞ次に。じゃあ次の、はい。素晴らしい。まあ、こちらが、まあまあ、第二の主人公といいますか、はい、浅見さんが、うん、はい、歌っていただいてる恐縮です、まあ、マイブラとトランシルバニア、はい、で推しさん的にはですね、これは、まあ、吸血鬼とは言っているんですけど、これをね、うん、まあ、人外っていう表現をしてるんです、うん、第一話で、でこれってまあ、ハワイをワイパーとかね、うん、はいはい、六本木をギロッポンとか、はいはいはい、ね、ふるさとをサトフルでしたっけね言うのかな、違うね言うのかな、サトフル、サトフル、まあ、よく言ってる、最近よく、そういう意味で、そうね、そういう意味での人外ではなくて、はい、人ではないっていう意味での人以外っていう意味での人外なんです、実はね。あ、そうなんだ、はい、なんでこの、まあ、吸血鬼、まあ、吸血鬼というか、まあ、この舞を中心としたその周りの先ほどの共存依存、はい、こんなものがどう展開していくか、こんなことに期待をしていただければなと。これ舞、うん、まあ、間違いなく人気出るキャラクターだなと思ってます。間違いないです、間違いない、はい、間違いないです。声もだってもね、はい、かわいいもんね。かわいいですよ ね、 ね、本当にかわいい。一番目見てやっぱり舞ちゃん可愛いなってやっぱなっちゃいました。可愛いよね。え、本当思った。可愛い。日高さんがね、まあ、あの日高里奈さんがやってらっしゃるんですけど、はい、本人もあのインタビューで、はい、あれ公開したのかな。ちょっとあれなんですけど。はい、はいはい。ですよ。もうとにかくこのキャラクターは行ごとにキャラが変わると。あ、こんなことをやったことは初めてだなんておっしゃってたりもして、はいはいはい、実際私はアフレコ現場に行った時にその何でしょう。もう声優って言ったらもう 失礼っておかしいですけど、もう役者なのよね、本当に。いや本当そうですよね、うん、もうこのキャラクターももう日高さんじゃなかったらダメなんじゃないかぐらい、非常にこう彼女のその演技力、うん、これにも注目していただきたいななんて思ってます。確かに、もうなんかこの血を欲してる時とね、うん、そうじゃないあの普段の時とのもう声のギャップ、声のギャップとかも、あの言葉遣いも急に変わるし、全然違うみたいな、すごいです、キャラクターが。確かに普段ね、あのおしとやかな感じで喋ることもあるのに、うんうん、なんかいきなり切れたりしますもんね。ね確かに、そうですね。 まずでもまだ皆さんほとんどの方は1話目しか見れてない方が多いんですよね。イベントにいらっしゃった方は先行でちょっと見れてる、はい、ということなんですけど、で、ね、まあ、でも一応あのこの配信を見てくださっている方は1話目しかまだ見てない体で私たち話しておりますので、ね、ちょっとなんか言い過ぎないようにしなきゃ。はい、はいはいはい、では次のキャラクターですかね。はい、はい、まあ、こちらあのまずネーミングからしてとんでもないんですけどね、うん、ね、血祭り千尋、血祭り千尋すごいですよね。血が2つも、でもあのこのキャラクターは私もあのいろんなとこで、おしいさんが言ってるので、うんうん、そのまま言っちゃうとおしいさんが好きなんです。おしいさんの理想をキャラクターにしたのがこの血祭り千尋でございます。あ、こういう方が好きなんですね。そうですね、某テレビ番組でもおしいさんおっしゃってたんですけど、はい、白衣フェチなんですよね。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。はい。おしりさんは白衣が好きで。はいはい。あ、これあんま言っちゃ いいのかな。
大丈夫ですか、大丈夫かな、イメージがそうね、なんでしょう、おじいさんの理想を形にしたキャラクターで、はいはい、でもうとにかく破天荒でですね、なんだろう、モラルもない、自主規制がやばい、そう、自主規制がね、はい、第1話でも出てますけども、壊れてる人ですね、はい、でもこの何でしょう、女子高生だけの女の子の物語だけでは多分成立はしなくてですね、やはりこの千尋先生がいることで、ストーリーが出来上がると、でさらにはまたまあ、声優さんの話になっちゃいますけど、パクさん、はい、もうロミ姉さんが、はい、もうこれをやっていただいて神、はい、本当に神ですから、綾瀬さんも神がいっぱいいらっしゃる、やばいですよ、超豪華、超豪華、もう本当パクさんのもうね、いや本当にもう女優ね、もう次元が違いましたね、アフレコでも、確かに、しかもなんかあれですよね、パクさん結構男の方の声もやられますけど、かっこいいこういう女の人の声をもやらせたらもうたまらぬのですよ。あ、そうなんだ。たまらぬのです。たまらぬんです。そうなのです。たまらぬの。確かに。私あれですよね。なんかこうお客さんから の1話を見た感想にも書いてあったんですけど、保健の先生なのに、はいはい、今としては結構その珍しいタバコを吸ってる、はいはい、確かに描写もあるっていうのが、なんかすごいそのギャップ。もうなんか矛盾、この人の中でのっていうのがなんかすごい面白いですねってやっぱコメントしてくださってる方もいらっしゃって、なんかすごいです。でもまあ保健員なのはやっぱ白衣フェチだからなんですかね。そういうわけでもないのか、これも言っていいのかわかんないんですけど、言っていいのかわかんないことが確かにどんどん聞いちゃう。おしりさんはいろいろいい思い出があるらしいんですね。で高校生時代は保健室に、はい、入り浸ってたみたいな、こんなエピソードもあったりもして、はいはいはい、とにかく自分の理想を形にしたと、なるほどね、でもなんか私が個人的にはキャラクターデザインっていろいろあったんですけど、はい、日を経るごとにパクさんになってたんですよね。あ、でもちょっと確かにちょっとなんか雰囲気っていうかあれですよね、もちろん髪とか赤くないけど、そう、なんかこう雰囲気が、うん、俺がパクソンなんじゃねえかなとかって勝手に思ってたりもしました。確かにそうですよね、ショートカットで、シュッとしたね、この、そうですね、顔立ちというかね、やばい、どんどんそういう風に見えてきちゃう。でも自主規制なのにやばいですね。確かに、はい、そうなんだ、はい。でも今第1話にはまずはこの3人が登場されているということ で、まあ、またね2話以降にまたババっていろいろ増えるんですけど、まあ、そこのキャラクターについてはまたホームページとかにも事前にも出てますし、まあ、またぜひ追ってアニメを見ていただけたらなと思うんですが、まあ、こんな魅力的なキャラクターたちがいっぱいいるんですけど、あさみさんはちなみにめっちゃびっくりしたね。あさみさんはどのキャラクター推しですか？あさみさんはもうもちろんまえちゃん推しでお願いします。なるほど。だって似てますよね。いやいやいや、もう本当に恥ずかしい。それだけはもう本当ごめんなさいって感じなんですけど、でもこれをパッてもまえちゃんパッても見た時から、うん、あ、もう絶対この子が歌ってるような感じでかっこよく仕上げられたらなっていうのがあったんで、すごいもう愛らしくて大好きです。めっちゃ可愛いよね。私初めて見てそのオープニングの映像を見たときに、うんうん、まあ、そのまえちゃんが歌ってるというのもあるんですけど、はいはい、その前にキャラ絵見たときからめっちゃ似てるなって思ってました。嫌だ嫌だって言ってすごい似てる。いや、私も思いました。すごい似てるな。髪の毛切らなくてよかった、本当に。ちょっと今度ぜひまえちゃんコスをちょっとしていただいて。でもね、本当にね、はい、ちょっとやってみたいんですよ。絶対似合うと思う。こういう感じもちょっとやってみたいんで。ぜひぜひ。絶対服なら私たちが買いますから。そうね。そうね。買いますから。やったーとか言って。お願いします。ぜひ来ていただきたいですね。はい。そう、まいちゃんいいな。私も確かにまいちゃんすごい好きだけど、ね、まあ、他もでもやっぱキャラクターがものすごい濃いから、うん、みんなね。そうね、面白いよね、ここにね。ちなみに中西さんは誰推しなんですか？でも、います？推しメン。私はもう完全にジンコなんです。あ、ジンコ、ジンコさんね、フキ、ええ、そう、ジンコちゃんは2話目以降に出てくるんですよね。そうですね、うん、
私も好きなんですよ、ジンコちゃんめっちゃ好き。私はとにかくこの顔が顔面が好きなんですけど。あ、そうなんだ。顔面とスタイル、さちょっとスタイルはでも本当にあの抜群のスタイル。そう、あとちょっと性格もいいんですよね、なんかその喋る感じとか、うんうんうん、このね、ジンコのキャラクターはぜひ本編でご覧いただきたい。あんまり言わない方がいいやつ。そうね、そうね、そう、うんうん、はい、ぜひちょっとジンコちゃん見ていただきたいですし、うん、またやっぱりアヤネル様信者としてやっぱこのミツグちゃんもね、だからミツグちゃんいい子、うん、本当に優しくないですか。いや本当にね、いやだってそもそもだって千代だって頑張ってこう集めてくるっていう、そのために献血部とかいろいろしてくれますからね、すごいですよ。そうなんですよ、そもそも性格がなんかすごい。そう、私もあのちょっとその先もそのイベントで皆さんが見てるぐらいまでは見させていただいたりとかしたんですけど、もうこのみつぐちゃんのまいちゃんへの尽くしっぷりがもうなんか涙が出そうになるぐらいすごいよね。そう、なんかすごい、そこにすごいなんか私は愛情を感じましたね。はい、なのでぜひちょっと2話目以降も楽しみにしててくださいということでね。とそれではまあキャラクターの話もしたところで、と最後のこの3つ目、あの今日 の、 あの私、特に私とか浅見様としてはとても大事なポイントとしては、作品を彩る楽曲たち、ああ、はい、こちらも大きなポイントということで、はい、とこのブラッドラブはですね、オープニングとエンディングがどちらも2曲ずつ存在しておりまして、浅見さんのバンドラブバイツさんの楽曲、はい、ウィンズオブトランシルバニアはとマイちゃんがメインで登場するマイバージョンのオープニング で、はい、ですね。でいただきます。であれですよね、みつぐちゃんバージョンは、うん、ブラッディさんの Where You Are という楽曲がありまして、うん、でそしてあの私、あのあやさ氏はあのとインストバージョンの新月っていうものがまずの今公開されている特別編、はい、YouTube にあの出ている方では新月という私のソロのインスト楽曲を使っていただいているんですが、と今後皆さんに見ていただける方には、とアジアを中心に活躍されております歌手のアルンさんとコラボした赤い雨という、うん、とこちら2曲エンディングを担当させていただいております。ただこのなかなかこのオープニングもエンディングもそれぞれ2曲ずつある作品ってすごい珍しいと思うんですよ。そうですよね、そう、初めて。これは何かこの制作される側としてというか何かこう意図がそうですね、まず一つ目はですね、まあ、我々まあ一応アニメーションという会社、まあ、このために作ってはいるんですけど、うんうんうん、やっぱりその私自身が人と同じことが嫌いなのね。おしましたいいですねもっと言えば人と同じことやってうまくいくんだったらみんなうまくいくはずじゃない、うん、でもうまくいってないものとうまくいってるものがあるってことは何かが違うんでしょうと、うん、だったらまず人がやらないことをやりたいなってところから始まったのと、うん、まあ、あとはそのまあギャグアニメでは伝えきれないというか表現できない可能性もあるなとか、うん、どうやったら伝わるかななんてことを考えたときに、やっぱオープンエンドの曲で、曲ってすごいこう芸術性もあったり、うん、メッセージ性が高いので、うん、これでなんかこうこの作品の奥行きを出したいななんてことを考えまして、うん、で、まあ、あの三つ具の Where You Areなんかは、はい、私の中では、まあ、勝手にね、これおしりさんじゃないですよ、私が勝手にね、はいはい、勝手に私は勝手にね、はい、あの絆、この作品で示す絆みたいな雰囲気の楽曲としてのオープニング、はいはい、でラブバイスさんのオープニングの方はあのバンドというところもあったり、うん、でもっと言うとやっぱり吸血鬼の舞の歌っていうキーワードからやっぱりこの、まあ、ヘビーメタルいいよねっていうくりがあり、はい、で、まあ、ヘビーメタルをやることでじゃあ何のワードを表現するかって言ったら共存なんですよね、要はドラム一つでもしょうがないし、はい、ね、ギターだけでも、これがまあ全部が一体になって初めて一つの音楽ができるっていうこの世界観、うん、こんなのをちょっとまあ共存というのを示したいなと、で、赤い雨については孤独なのよね、あうん、孤独であり孤独、はい、何かに依存をしていくっていうのをちょっとそれこそあの原田さんにお願いをして、はいはい、イメージを伝えて作っておいていただいて、作詞家、そうですね、はい、はい、で最後のインストについてはとはいえ今回の作品全体がやっぱりその背景複
含めてなんかこう芸術的な風に私は見えたので、うんはいうん、このアーティスティックというかね、うん、この芸術性を示す上で、アイサさん あのバイオリンで、ねうん、表していただきたいななんて言って ありがとうございますちょっと 長いねこれねいやいや全然大丈夫全然大丈夫全然問題ないです、まあ、そんな思いで4曲、うんはい、そうだったんだでもじゃあそのなんかちょっと質問をかぶっちゃうんですけど、うん、なんかそのなぜそのラブバイツさんとかその私をこの起用してくださったのかなって思ったんですけど、うんはい、そこはねお正月4時間番組で大丈夫これ大丈夫です大丈夫ね大丈夫大丈夫それでいきましょう今日はしゃべないとでギャラリーもいないし大丈夫関係ないでしょ一つはもう明確なのがお二方に共通してたのは、うん、そもそものおしいさんが常識にとらわれたくないねって言ってたんですよ、うん、でそこが私も逆に年を判断するときには非常にこう、まあ、刺さっていて、うんはいはいはい、でお二方を見ると、まあ、バイオリニストであり、はい、ヘビーメタルバンド、うん、でもヘビーメタルって黒じゃない、うんね、でバイオリニストのイメージってなんかごめんなさいね、あの一般的な視聴者目線で、ねはいはい、すごくこう高貴な、はいはいはい、なんかこうねジャンルの人、クラシックの、ね、高貴なジャンルの人、そうそうジャンルの人、ね、かるなんかこう、はいはい、なんかこうさ触りづらい、はいはいはい、でもそういったところからあのお二人を見てるとやっぱ常識にとらわれてまずないなと、うんうん、いろんなことをあやさんやってらっしゃるし、もっと言うとね今度はねあのラバイさんはクロンじゃない。ヘビメタって、はい、イメージがねそ そうですよね白なのよね、はい、確かに白いですこの辺りからやっぱこう、うん、ごめんなさいね勝手に私が、うん、なんか同じ匂いがするとおお嬉しい嗅ぎつけてくださったんですね でまあまあ本当制作の監督ともこんなことを考えてんだよって言ったら、はい、おいいじゃねえかとうん、うん、で YouTube 見せて、うん、面白いねとうん、じゃあ行こうよ行こうよなんて言って、うんまあ、進んだという背景でございます、はい、嬉しいありがとうございますありがとうございますありがとうございます近い瞬間さんにありがとうございますそうなんですね、うんうんうん、でもじゃあそんなのまずはあさみさん、はい、というかまあそのラブバイツさんが担当されているオープニング曲、うんうんウィンズオブトランシルバニアですね、はい、そうですトランシルバニアこれ難しいですね言うのねウィンズオブトランシルバニアですね、はいはい、こちらを聴いていただく前にまずどんな楽曲になっているかをちょっと聞いてもいいでしょうかそうですね、まあ、今中西さんもおっしゃってくださったようにやっぱりヘビーメタルバンドなので、うんまあ、私たちにこうオファーしてくださったっていうところから、まあ、やっぱり私たちの前面にこうメタルを出そうっていうのも最初から決めてたんですけども、うんうんまあ、かつその、まあ、舞ちゃんの感じだったり、まあ、私はこうイメージ的にこう舞ちゃんがこう血をくれって怒った時の方のイメージというか、 なんかそういうのでなんかかっこいい楽曲できないかなって思って、楽曲制作は取り組ませてもらってやっぱりメタルを存分に入れたオープニングテーマでちょっとガツンと印象付けたいなっていうのがありましたねで歌詞も、うんまあ、書かせていただいてるんですけど、うん、そのウィンズオブトランスルバニアって B メロの最後にウィンズオブトランスルバニアって入るんですけど、うん、もうねどうしても書くときにそこから始まっちゃった私もうそこがポーンって出てきたのでそこから書き始めたんですけどそのぐらいもともとタイトルにするつもりなかったんですけど、はいはい、そのぐらいそこから始まったんでおのずとあなんかタイトルもこれにしようって形になりましたそうなんですね、はいはいはいすごいあの楽曲の入り最初すごい好きです、うん、あ嬉しいクラシカルなそういうのもちょっと織り込んでおります我々すごく好きです、うん、じゃあちょっとせっかくなので、はい、今日この配信を見てくださって皆さんにそのかっこいいオープニング映像を見ていただきたいと思いますのではい浅見さんは曲振りをしていただいてよろしいでしょうかはい、主題歌ウィンズオブトランシルバニアのオープニング映像をご覧くださいI'm gonna make you mine.
ありがとうございます。かっこいい。ちょっと今そのこのあれを見ながらすごい裏話を聞いて、ちょっとなんか私は今すごいちょっと一人でエモくなってた。なんか私も内緒だけど。そうですね。でもこの楽曲を聞いて中西さんはいかがでしたか？いや本当なんでしょう、まあちょっとこれも言っていいかわかんないんだけど、候補がねラブアイさんの曲で他もあったのよ。ああ、なるほど。そうなんです。で、どっちがいいなんていう話をした時に、はいはい、最終的にはもう本当両方とも私好きだと、でも最終的にはなんかこうなんだろう、聞いてて鳥肌というか、なんかこう背筋がゾクッとするようなこの感覚を持った曲にしようって言ってこっちにしたんですけど、本当にこの楽曲はね、フル尺でぜひ聴いていただきたい。アニメ尺はもったいない。確かに短いですもんね、アニメ尺はね。どうしてもで特に、まあ、それこそヘビーメタルバンドってギターのソロとか、はい、そうなんですよ、ね、そういうのがあるわけじゃない。そこないですもんね。ないのよ。そこをさらに楽しんでいただくように。そう、もう確かにそうだわ。ラブバイスさんはもう3つの M が強いですからね。わかんないね、今ね。え、美穂。あ確かにそうですね。緑、宮古ね。 ありがとうございます。この 3M よ、ね、確かに確かに、はい、すごいですから。もう春菜のもうドラムもすごい聴きどころなんで、ね、とにかくそのやっぱ楽器を楽しんでもらいたいなって。もうとにかくね、これはね本当申し訳なかったなと思って、やっぱりヘビーメタルバンドをアニメ尺では表現できない。いやいやいや、もう、いやでもね、これちょっと楽曲がこう皆さんこう聴く楽しみがより増えるというか、はい、その頭しかまだ聴けてないから。そうなんです。そうですよ、ギターソロかっこいいですもんね。いやもう最高ですよ。かっこいいですよね。これあのミュージックビデオが、はい、まあ、まだ内緒ですけど。あ、そうね、そうね、そうね、まだ内緒ですけど、ね、とか言って近日中に。そうね、公開になりますか？公開お予定ですね。されますので、本当見てほしい。はい、ぜひ見てほしいです、うん、すごく楽しみにしています。わーわー、私も楽しみ。そうなんだ、楽しみ。やばい、ちょっと次に行かなきゃ。楽しみとか言ってる場合じゃないけど。でもね、この、まあ、今見ていただいたのもそうなんですけど、このキャラクターたちがバンドで演奏してるじゃないですか、ね、あれが本当にやばいですよね、うん、私もすごいあれが一番びっくりというか、あんな風な形、あそこまでクオリティ高く表現してくださると思ってなかったので、個々のキャラクター、その私のバンドのメンバーの個々のちゃんとした特性が全部描かれてるんですよ、はい、それがもうびっくりしちゃって。あれはそのバンドの皆さんがそのモーションキャプチャーをやったとか違うんです、いうわけではないんですか？立っちゃった。違うね。違うんですよ。そうなんですよ、あれはね、それこそもうアニメーションのプロデューサー自身が、はい、ラブアイスさんの演奏するスタジオまで行って、うん、すごい。そうなんです、演奏シーンを撮影をして、うん、あ、なるほど。でそれをアニメーターに共有をして、はいはい、すごいすごいの。そうなんですよ、もう本当に書いてます。そうなんですね。だってすごい、なんかベースの弾き方、そうそうそう、なんか私すごいのベースの弾き方がもう、うん、なんかモーションキャプチャーをやったと思ってました、はい、もうミホそのままそのままとかそのままそのままなんですよ。なんかこの上げるところとかも、そうそう。私あとドラムもう三つ節しめっちゃ叩くじゃんと思って。すごいですよね。すごい細かい。だから結構
アニメの何でしょう、あの、まあ、楽器を弾かせるって大変らしくて、うんうんうん、で私それ知らなかったんですよ、うん、でもとにかくこういうものを作ってくれって言ったら、うん、できましたね。いやすごいすごい本当にありがとうございます。本当にすごい。だってみんなちゃんと演奏してましたもんね、うん、じゃあのぜひちょっとあのゆくゆくあの島釣り先生にバイオリンを弾かせてあげてください。あ大変だと思うけど、やりましょうか。ぜひ一番バイオリン持たなそうなキャラクターだけど、いやかっこいいんじゃないですか。これバズーカ持ってますからね。あれをバイオリンにこうちょっと変えていただいて、ぜひちょっと変えていただきたいですけども、はい、はい、じゃあ続きまして私が担当させていただきました、うん、エンディング曲からとここでは赤い雨についてお話ししていきたいなと思います。とまあ、とはいえこの赤い雨はまだ皆さん見れてないんですよね。その YouTube で公開された特別編はその私のソロ楽曲の新月の方を使っていただいているので、うん、まあ、赤い雨はまだほとんどの方が見れていないということなんですけども、うん、とまあこの赤い雨に関してはその先ほども言ったんですが、とアランさんというあの女性シンガー の、はい、あの中国の方とあのご一緒させていただきまして、うん、まあ、そのアランさんとはと私もそんなにこう昔から知り合いだったってわけじゃないんですけど、その私も中国に結構去年じゃない、もう年変わったから一昨年とかに行かせていただいていて、でももちろんもうアランさんのことは昔から知ってたんですけど、その一昨年のタイミングで一回その日本でやってる中国のイベントでご一緒させていただいて、でそこで初めてお会いした時に、まあ、私ももちろん存じ上げてましたし、なんかそのアランさんも私の楽曲を知っててくださったりとかっていうのがあって、もともとからその声というかその歌声がもう本当にそのなんか見目もすごい麗しい方なんですけど、なんかさらにその歌声もなんかその美しいだけじゃなくて、なんかちょっとその独特なちょっと声質っていうんですかね、思っていて、なんか一回ちょっとそのバイオリン合わせてみたいな、まあ、なんかその中国のなんか雰囲気があるんで、まあ、ニコとかの方が合うようなイメージはあるんですけど、うん、でもバイオリンでちょっとぜひ一緒にご一緒させていただきたいなってずっと思っていて、まあ、そのタイミングでまあその今回こうやって一緒に楽曲を作らせていただけることになったんですけど、まあまあ、どんな曲かね、まだ聞いたことない方ばっかりなので、まあ、曲調、まあ、でも曲調で言うと、まあ、そのさっきその孤独をテーマにっていうのには本当にまあ、ぴったりというか、なんかそのアランさんの歌声自体もちょっとそのなんていうんですかね、こう楽しい感じのこう陽気ってよりはちょっとその影がある感じがあるんですよ、歌声に。だからすごくそこに私は合ってるなって思うし、ドア玉のイントロのギターの音色が私はすごく孤独のそのなんかでも寂しいんだけどちょっと美しい孤独みたいなのを表せてる気がして、別に私ギター弾いてないんですけどなんかすごいいいなって思っておりますので、まあそんな話をしたところでちょっと本邦初公開ということですかね、あの赤い雨のエンディング映像をここいらで見ていただきたいと思います。それではご覧ください。どれぐらい先に答えは
ということで、ブラドラブエンディング映像赤い雨バージョンでご覧いただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。う、初めて初めて聞きました。初めて聞いたというか、あの、見ました、この映像で。あ、そうですよね。どうでしたか。どうでしたか。本当素敵というか、もう今ちょっと私自分のこう感情が多分入っちゃってて、綾瀬様のあの音色がすごい届いてしまっちゃったんですけど嬉しいです、ありがとうございます。綾瀬様みたいな感じになっちゃったと思います、ありがとうございます。いやでもすごいあの哀愁漂うというか、ちょっと影のある感じとかいうのがすごく分かりました、伝わりました。イントロね、そうもう ね入り込んじゃうね。あれは素敵。私もそのこのアニメでこの赤い雨バージョンのエンディングを初めて見た時、イントロで、あの、本当に申し訳ないけど、アランさんも出てきてないし、私も出てきてないのに、うん、イントロで一人でめっちゃ鳥肌立ってます。ギターやばい、めっちゃ嬉しいみたいになってて。素敵。そうなんです。え、中西さんはいかがでしょうか、赤い雨。どうですか。まあ、ひょっとしたら私よりもっと先輩方かもしれないんだけど、この、あのヘッドライトの下りのね、はいはい、歌詞とか聞くとね、はいはい、なんかこう、昔を思い出すというかね、なんかこう非常にこう、まあ、それこそこのねブラッドラブって設定がいつの時代か分かんないんですよ。分かんないんだけど、ミックスされてますもんね。分かんないんだけども、ね、やっぱりこのなんでしょう、本当にこう奥深いこの孤独であったりとか、あと孤独でありながらも何かに依存していくみたいな、このなんかこう全体のストーリーの奥行きをさらにこの曲が高めてくれたかななんていう、そんな印象を持ってますね。ありがとうございます。しかもなんとこの赤い雨のこのエンディングはバージョンがちょっとこうあるという、風の噂をちょっとチラリチラリとお聞きしまして、どこかとかそういうことは絶対言えないんですけど、あのなのであの間違ってもあの今配信サイトってあのオープニングとかエンディングとかを飛ばすっていう機能があるんですけど、絶対そういうのを使わないようにちゃんと見るようにしてくださいね。本当にね、ダメです、飛ばすのは。そうですよね。そう、絶対にちゃんとオープニングもエンディングしかも変わりますからね、オープニングとかもね。そうね。そうだから、それこそのブラッディさんの時もあればラブバイツさんの時もあって、はい、みたいな、絶対飛ばすなよって私は思いました。綾瀬様が怒っちゃうから。そうね。はい、そう思いましたが、まあ、そんな中でですね、なんともっと聞きたいと思った方、なんと先ほど紹介したこのラブバイツさんのウィンズオブトランシルバニア、はい、すごいさっきから言えた、トランシルバニアです。違う発音が良すぎてなんか私合ってたかなと思って全然、ウィンズオブトランシルバニア、トランシルバニア、はい、と、あと私、綾瀬の赤い雨を含む主題歌4曲ってことだから、そうですね、ブラッティさんの Where You Are、 そして、まあ、私の赤い雨、そしてラブバイスさんのウィンズオブトランシルバニア、そして私の新月、こちらの4曲が収録されましたコンピレーションアルバムが本日1月9日よりリリースされました。イエーイ、すごいかっこいいですね、ジャケット、ね、これかっこいいですよね、素敵、はい、おしいさんと西村さんのサイン入りで、ね、素晴らしい、はい、とこちらは今いちごアニメーションオフィシャルショップにて購入可能ということで、うん、皆さんぜひぜひ聴いてください、ラブバイツさんのギターソロを、ね、本当に聞きどころ、はい、今のところフル尺はこれだけですから。そうですよね。そうです、ぜひぜひ、はい、いっぱい聴いていただけたらと思います。そしていちごアニメーションオフィシャルショップではブラドラブ登場キャラクターのイメージに合わせた秋葉原を元気にするジャンパー、略称秋ジャンも発売中ということで、こちらに実物がいくつかあります。秋ジャンです、はい、じゃん、イエーイ、私は来ちゃうかな、これね、ちょっと来ちゃおう、私もごそごそとみんなで着始める。結構ちょっとこれに合う感じのスカートにしてみたんです。あ、素晴らしい、あ、いい、かわいい、かわいいですね、いい感じ、イエーイ。このあさみさんが着ておられるのがまいちゃんバージョンですね。まいちゃんバージョンの、かわいい、どっから来いったの、めっちゃかわいい、お似合いです。ありがとうございます、良いです、いい感じ。ちなみに私のが千尋さんバージョン、かっこいいね、やっぱ綾瀬様、赤です。私この赤もすごいね、欲しかったんです。これ可愛いですね、可愛い、赤本当可愛い、
そしてなんかすごい豪華なのを着られてるんですが、なんかほんとあったかそう、それいいな。中西さんが着られてるこれは何バージョンということなんですか？これはですね、あの制作陣の、はい、まあ、スタッフジャンパーといったらちょっとあれなんですけど、押井組 GG ジャンパーということで、お本革で、本革ガチのやつですね。作っちゃった スタジャンですね。めちゃくちゃしっかりしてますもんね、はい、もうあの皮も柔らかくて素晴らしい、素晴らしい、はい、これすべて売っているということですね、はい、売ってます絶賛、あ、はい、ただ売ってるんですけど、あの、はい、このね、あのアキジャンの方は、はい、実は X と XL が徐々に在庫が、あ、申し訳ないんですけど、そうなんだ、なくなってきちゃってまして、あの XXL、XXL か、うん、お買い求めの方はぜひお急ぎください、はい、そうなんですね。でね、女性に買ってほしいのよね、あのほらもうお二方は、はいはい、超可愛いじゃない。これしかも何がいいってリバーシブル。そうなのよ、これしかもめちゃくちゃかっこいいよね、この中もね。これ中の黒は全部共通ってことですね。共通です、はい、私このね赤のねワンポイントがもうとても好き。めっちゃ可愛いですよね、コウモリ。コウモリもいるしね、うん、これを着てライブに行って、もう推しの色に本番は変えると。確かに素晴らしいね。これすごい、だってみんなそれぞれのキャラクターバージョンがあるから。おしゃれだ。さっきコメントでも運転さんバージョン買いましたって方もいらっしゃいましたけども、うん、みんな色がねそれぞれあって可愛いんすよ。そうそう、なんか色がねほんと様々だから欲しくなっちゃうよね、この赤可愛い。ぜひぜひぜひ。空手部のもありますから。空手部あったあったあった金と銀のやつがね。そう、空手部のそう女の子仕様じゃないなって、なんですかキャラクターがね。面白い、あの男性陣のデザインのもあるので、はい、ぜひ見ていただけたらと思います。どうかね、ちょっと裏にしてきてよ。あ、大丈夫、座りになられても大丈夫ですか？すいません、はい、私は座りますね、はい、で他にもね、素敵なブラドラブグッズもございますので、気になる方はぜひオフィシャルサイトをチェックしてください。ぜひあのアクリルスタンドとクリアファイルを作ってください。はい、かしこまりました。ね、使いますよね。確かに、結構この音楽チームクリアファイルとかは使うんですよ。いや本当に、うん、だってもう譜面とか歌詞とか入れてやっぱ現場に行きますので、いやぜひ。手始めにじゃあ自主規制っていうクリアファイル。自主規制っていうのをあのキャラじゃないや。そういうのこう持ってね。私自主規制中ですね。やばい。そう。やばいですね。いいかもしれない。あの明日送ります。早い。めっちゃ早い。なんか多分中西さんが書いてるよね。透明のクリアファイルに書いてるんじゃないか。めっちゃ手作りですけども。手作り感すごい。はい。はい、ということで、それではですね、あのせっかくなのでこのサポートチケットで募集した2つ目のトークテーマ、ブラドラブ第1話を見た方の感想について、せっかくなんで、うん、浅見さんと中西さんと一緒にあの見ていきたいと思います。はい、はい、ということで、まず一番最初にご紹介したいのが、ハンドルネームサイバーバードさん、ありがとうございます。思わずニヤニヤしてしまう ドタバタコメディぶりです。結構面白いかも。そう、結構面白いかも。すごい、だから私の読み方が良くなった。失礼しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ます結構面白いですけどね。すいません。総監督が押井さんということもあるかもですが、冒頭は攻殻機動隊、ギャグシーンはうるせえ奴らの香りがしました。作る側もいろいろ楽しんでいるのではないでしょうか。声優さんの顔ぶれもなかなか濃い面々。ドタバタ劇は演技力が必要と聞いていますので、本気度が伺えます。期待できるのではないでしょうかとコメントをいただいておりますが、本当にその通りですよね、うん、ご期待ください。そう、やっぱりそのドタバタはね、本当に演技力絶対必要ですよね。うん、もうなんかそこもだから、そのドタバタの面白さの中に、その私はそのこの豪華な声優さん方 そのもう底力の凄さみたいなのをすごい見られるんで、なんかすごいいろんな面で私は感動したなと思って、ちょっとサイバーバードさんと同じ気持ちになっておりました。はい、そして続きまして、ちょっとせっかくなんでいろいろ紹介できたらと思うんですが、とまずは田口雄三さん、ブラドラブのエン、あ、すいません、まず先にあの私の話言っちゃいます、はい、ブラドラブのエンディングの色彩が曲調とマッチしてクールで良かったといただいてありがとうございます。新月ですよね、きっとね、うん、そう、新月、これ
青のバラがすごい私としては印象的で、なんかこうブラッドだから赤ってくると思ってたんですよ。ただでも私は青いバラすごい好きだし、あの曲は確かに青っぽいイメージかもって思ったんですけど、なんかそこがねすごい、なんで青なんだろうってすごい思いました。なんで青か、なんで青なんでしょうね。これはあの正直言って私が赤じゃなくて青にしろとか一切言ってないんですけど、あのビジュアルデザイナーの水野歌さんってなんかこう青が特徴的な絵を描く方なんですよね。であとはおっしゃる通り曲のイメージと合わせるのはやっぱ青じゃないかとか、あとはまあこれは勝ったな私のあのエゴですけど、常識にとらわれない。ああなるほどね、赤じゃないっていう、バラといえば赤なんだけど、はい、最初からこだわってらっしゃる。赤じゃねえと。なるほどなるほど。であれを縦スクロールにしたのもね、まあ、そんな流れなんですよね。めっちゃかっこよかったです。感動、なんか絵がなんかすごい、あの本編がこうドタバタな感じで終わるのにいきなりあれが流れ始めるのがいやちょっとなんか嬉しいです。強いて言えばあのクレジット読みにくいんだよね。本当申し訳ない。あ、いや、いいんです、いいんです、いいんです。そう、いいんです、全然いいんです。あの新月はね全然いいんです。あれはね、あのフォントもオリジナルで作ってるんですよ、あえて。そうなんですね。でちょっとゴシック、すごいゴシックな感じ。かっこよくしちゃったら読めなくなっちゃった。いや、いいんです、かっこよさが大事です大事です、全然いいです。かっこいいのが一番。いや、素敵なね、あのアニメーション作っていただいてすごい嬉しいなと思いました。そして、オープニング映像の方にあのハンドルネームキャルさんがあのオープニング映像でラブバイツメンバーのやっぱり特徴を捉えたアニメキャラの演奏が素晴らしいです、本編もドタバタギャグ漫画シリアスな展開も期待しておりますと、いや本当そうですね。これ絶対だってもうバイツ様ファンは嬉しいですよね。いや、私たち もうこんなこと二度とないんじゃないかって思ってるぐらいアニメに入り込ませていただいたという。第2期があるかもしれない。そうですよ、ね、聞きましたかとか言ってそうですよ、カットできませんよ、カットできません。もう一曲あるんですもんね。まあね候補で、まあね、仕上げてないね。まだ仕上げてない。そうかそうか。いやでもね、2期2番もありますしね、全然いけますからね、はい、ということで、はい、続きましてはすごい面白い人がいたんですけど、ハンドルネーム赤い種馬さんからいただきました、各キャラのぶっ飛び感とか自主規制が入るところとか、もう何かいい意味でやばいアニメだと感じました。そしてエンディング曲どことなく怪しさがあるメロディーにサビ前の盛り上がっていく感じ、とてもワクワクしますね。からのちょっとこっからなんですよ、私としては、あと献血回数30回超えの私としては、献血マニアのバンバミツグにとても親近感が湧いてしまっています。次回採血可能日が1月10日からなので、早速明日献血に行ってまいります。やばい、リアルミツグさんいらっしゃる。そう、初めて聞きました。すごい、リアルにいるんです ね。すごい、素晴らしい。おしりさんもね、献血が好きだってました。え、そうなんですか。だから、まあ、そういう趣味の方趣味の方すごい、世の中には貢ぐがいっぱいいるのかもしれません。そうかもしれない。そうですね、すごい。だってちゃんと次回採血可能日とかって把握してるんだと思って。すごいね。いや、ちょっとこれそのぐらいちゃんとこう定期で、ね、言ってらっしゃるってことですよね。すごい。でもすごい大いいことですよね。だってその血を欲してる人たちがやっぱりその舞ちゃんみたいじゃなくて、もいろんなことでリアルにはいらっしゃらないかもしれない。でも大事ですよね。そうですね。いや大事なことだと本当に思います、ね、ぜひあのほうれん草とかプルーンを食べて、あのいっぱい献血してくださいと思いました、はい、ということでね、あの他にもいろいろご紹介したかったんですが、あのだいぶお時間が迫ってきているということで、と第1話に見て感想を送ってくださった皆さん本当にありがとうございました。そしてまだ見てないという方もね、ぜひまた2月の14日のバレンタインからですよね、配信もね、はい、なので、まあ、でも配信の前にまだ1ヶ月ぐらいあるので、先にまず第1話特別編を見ていただいて、ぜひあの2話以降も楽しみにしていっていただけたらと思います、ね、まるで私がすごい作った作品みたいに言っちゃいましたけど、ね、素晴らしい、素晴らしい、はい、ということで、それではね、あの早いものでそろそろ
お別れの時間が近づいてきて、本当ですね。あっという間ですけど、正月4時間スペシャル。いやー、4時間あっという間に、ね、あっという間に過ぎちゃいました。正月4時間。まるで1時間半しか経ってないみたいな、ね、そのままだ、そのままだ。そうなんです。でも面白かった。せっかくなんで、まずはじゃあお一人ずつ、あさみさん、はいはい、いかがでしたか？いやもうなんか本当にあっという間で、私何喋ったかもうすでに記憶がないんですけど、いやいやいや大丈夫だったかなって。全然大丈夫です。いやもう本当ね、舞ちゃんといい感じに、もう新年早々まず綾瀬様にお会いできてよかったです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。楽しかったです。ラブバイツから一つだけちょっとお知らせもよろしいですか？はい、3月10日に、最新のミニアルバム、グローリートゥーザワールドが発売になりますので、ぜひお楽しみにしておいてください。楽しみ。そしてウィンズオブトランスルバニア、自分が感じた噛まないで噛まないでとか言いながらね、もう近日 MV 公開しますので、はい、よろしくお願いいたします。楽しみ。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そして中西さんも本日ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ何か言い残したこと、言っておきたいこと、伝えたいことなどありましたら、ぜひともに。そうですね。お正月4時間スペシャルは緊張したんですけど。全然緊張されないですよ。全然でしたよ。素晴らしい。あ、本当ですか。全然大丈夫でした。そうですね。ちょっとね、本当に今回は愛沙さんと、はい、あさみさんにこんな機会をいただいて非常にありがたかったんですが、私もです。本当にありがとうございます。本当に今回のアニメっていうのは最後まで見ていただけて初めて分かるようなものがあったりとか、うん、あとは、1個見ただけでは多分分からないこといっぱいあると思います、うん、でも実は、これも告知なんですけど、こちらでいいですかね、はい、ぜひカメラ目線でお願いいたします、3月から3月にですね、はい、ブラッドラブ解体新書という、ファンブックの方の発売が決まっております。全256ページだったかな。すごい、はい、結構なものをちょっと今すごい鋭意制作中でございます。すごい、ぜひそちらも見ながら、アニメも見ながらとかですね、ちょっとそういう、いろんな多分バイブルとか情報をやらないと多分伝えたいことが伝わらない、こんなアニメにもなってしまっているので、ぜひそういった意味でいろんな情報をこうやりながら何度も見ていただければと。なるほどです。はい、長いですねこれね。いやいやいや、全然大丈夫です。大丈夫ですか？全然大丈夫です。時間大丈夫です、ね、顔がキレがかっこいい、圧が圧がすごい、アクリル板からも飛び出てきた感じですよ。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは改めまして、本日のゲスト、ラブバイツのあさみさん、そしていちごアニメーション代表の中西豊さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。寒いのでお気をつけてお帰りになってくださいね。ありがとうございます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 。ありがとうございました。失礼します。はい、ということで、すごいなんかいきなり一人になって寂しくなった、寂しいようなんですけども、はい、今回はちょっとゲストにお二方いて来ていただきまして、すごいちょっと豪華な感じでお届けしましたが、どうでしょうか、少しでも皆さんブラドラブの魅力、今日のこの私の配信を見ても伝わりましたでしょうか。本当にね、素敵なキャラクターがいっぱいいるので、いろんな女の子もいっぱいいるから、絶対みんな推し面ができると思うよって思います。ではぜひ魅力あふれるキャラクターたちもそうですし、素敵な本当に楽曲たち、自分の楽曲もね結構かっこいいなと思いますし、オープニングもブラッディさんの楽曲もすごく素敵な世界観を持ってる、すごいちょっと頭に残る感じの素敵な楽曲ですし、もうラブバイツ様の曲はもう言わずとも、もう本当にかっこいいんですよね。もう楽器の方々のそのテクもやばいですし、あさみさんの最後の叫びっていうんですか、シャウトっていうのかな、本当にかっこよかったんで、ぜひアニメも見て、そしてよかったらね、ぜひこの CD も買っていただけたらと思います。はい、ということで、それではですね、ブラードラブについてのお知らせもたくさんしたんですが、ここ以来でちょっと私からもお知らせがありまして、ちょっとさせていただいてよろしいでしょうか。この度なんとあやさショップにてニューアイテムを発売することが決定しました。ありがとうございます。はい、
エイサーショップの私のオリジナルグッズなんですけど、新しいアイテムが仲間入りしました。と題してちょっとメタルアヤサメタルアヤ メタルアヤサグッズという感じでございまして、まあ、まずは、はい、まずは T シャツでございます。はい、来た来たよ来たよ、メタルっぽいメタルっぽい、なんだ私は。じゃあここに出てるコメントを読んでた、ごめんなさいね。そう、すごくない？バイオリン弾いてるんよ、すごいっしょ。そう、これはですね、私のメタル師匠でありますギタリストの若井のぞむ先生がなんとデザインもされてるんですよ。いろいろグッズのデザインもされているということで、と若井先生がデザインしてくださいました。まずはこれ T シャツです、 T シャツです、 T シャツです。そしてここからがね、はい、あやささんグッズとしては初のものたち。まずはキャップ、かぶった方がいいんじゃない？でもさ、分かったんですよね、私の髪型がキャップに向かないらしいっていう。私確かにキャップあんまかぶんないんだよね、この髪のさ、これ合ってる？かぶり方合ってる？恥ずかしい恥ずかしい、違う、かぶり方が分かってない。でもこうこうこうで、これあれなんですよ、結構女子でもかぶりやすいように、ちょっとこうなんていうの、幅広めっていうかな、形がね、普通のキャップとまたちょっと違う感じになってるんですよ。ええやろボイスでええやんって来てたから、ええやろって思わず言っちゃったんですけど、はい、っていうこんな帽子と、しまって、あとついちゃう、だって私まだこの後演奏するから、ちょっと帽子一回脱ぎますね。はい、そして続きましてですね、先ほど秋ジャンを紹介したばっかりでちょっと僭越なんですが、なんと私もジャンパーを作りました。イエーイ、見て見て、すごくない、すごくない、すごくない、これすごくない、これいいっしょ、やばいくない。でね、これもこうかっこいいんすよ。もうなんか今日私めっちゃジャンパー着る人になってるけど、さっきのやつは私赤だったじゃないですか、これよ、どうよ、可愛くない？可愛くない？このね、色合いが可愛いわけで、しかも私たちの推しポイント、ここ、この感じがすごい好きなわけですよ。可愛いよね。でこれももちろんリバーシブルになっておりまして、と裏はグレーになっております。裏は、後ろは無地です。はい、これだったらもう誰にでも会えるよ。おじいちゃんおばあちゃんに会う時もこっちだったら平気って思わん？でライブに行く時はがっつりね、あっちこっち、はずはずな方にしていただいてみたいな、いいんじゃないでしょうか。ということでこちら発売は1月末を予定しております。今月末ですね。価格などの詳細は追ってお知らせしますので、ぜひぜひお楽しみにしていてください。はい、そしてもう一つ大事なお知らせがあります。2021年大事なお知らせがあります。とこのあやさクロニクル配信、毎月定例でやらせていただいていたんですが、次回2月のあやさクロニクル配信なんですが、ちょっとお休みさせていただくことになりました。すみません。ただ代わりになんとあやさオンラインライブ第2弾、あやさシアターエピソード14の開催が決定しました。イエーイ。はい、そうということで、日程はなんと 2days です。2月の27日と28日、2日間やらせていただきたいと思っております。詳細はこちらも追ってお知らせいたしますので、ぜひぜひお楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。はい、まあ、まさかの2日間ということで、まあ、2日間やるのであれば内容もどうなんでしょうか、どんな感じなんでしょうか、ぜひぜひね、まあ、まだ詳細は今後小出しにしていきたいと思いますので、楽しみに待っていてください。はい、ということで、はい、もう時間が結構ねやばいですね。じゃあ
最後にもう一曲演奏して今日の配信を終わりたいと思います。ちょっとこれ着たまま演奏するとカスカスするからちょっと一回これ脱ぎますね。はい、じゃあちょっと演奏の準備をさせていただきたいと思います。お待たせしました。ということで、それでは本日最後にお届けする曲は、今日ブラドラブ特集をしたので、もうすでに皆さん聴いてくださっている方もいらっしゃると思います。第1話特別編で使っていただいております、私のソロ楽曲新月、聴いてください。ということで、私の新曲ですね、本邦初演奏でしたけども、とブラドラブさんのエンディングを担当させていただいております新月という楽曲演奏させていただきました。いかがでしたでしょうか。とこちらは私のあやさチャンネルの方にもエンディングのアニメーションと一緒の弾いてみた動画も上げたりとかしておりますので、ぜひぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、それでは、今日お正月4時間スペシャルとまではいかなかったですけども、ブラドラブ特集楽しんでいただけましたでしょうか。そしてね、今回もサポートチケット、そしてたくさんの温かいコメントもいただきましてありがとうございました。そしてブラドラブファンの方であったりとか、あと今日はラブバイツあさみさんのファンの方も見てくださっていたのではないでしょうかと思います。年明け早々の週末、お忙しい中お時間取っていただきましてありがとうございました。また2021年もどうぞどうぞよろしくお願いします。それでは本日のあやさクロニクル配信、これにて終了したいと思います。ありがとうございました。バイバイ。